皆様、こんばんは。孔明でございます。お元気でしょうか？早速、皆様からの質問を待ってる間、宣伝をさせてください。28日、明日、明後日ですね。明後日、柔軟性のスパルタブートキャンプが始まります。今、9人ぐらいの方が参加して、9人、8人ぐらいの方が参加していただいてるんですが、柔軟性をどうやって上げるのみたいなことをね、ガン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 やっていきますので、興味のある方はお問い合わせください。お待ちしております。はい。それから、メリーヨガリマスフェスタ2021。開会式をちょうど、まあ、フライトがうまくいけば、スキポール空港っていうのが、オランダの、メイン空港なんですけど、メイン空港なのかな？そこのラウンジから、多分開会宣言をしようかななんて思ってますので。ぜひ。あ、ちなみに、メリーヨガリマスは皆様の、動画、20分ぐらいのレッスン動画をガンガン上げて、実際の多分レッスンをやるかやらないか、多分ね、ほぼやらないです。動画で、日々学んだことをアウトプットできる環境を作りたいなと思っています。ユニバーシティだけのにしようかなと思ったんですけど、動画を送ってくれた人、URL をね、送ってくれた人は、みんな参加できるようにしてもいいかなって、なんか発表会みたいな場にしたいので、はい。とりあえず、コミューバクリニックの身内だけでやっていこうかななんて今年は思っています。孔明の、クリスマスプレゼントと思っていただければ嬉しいなと思うんですが、皆様がどれだけ孔明のことを愛しているかっていうのがね、本当今回で見えるかなって思います。皆様の愛を、浴びたいわけではないです。愛というのは、受け取りたいと思うものではなくて、こう、伝えたいという思いかなと思いますので、なので皆様が孔明に伝えたいという思いが溢れている方、ないしは本当にもうなんか鼻くそみたいにちっちゃいけれどあるという方はね、ぜひ、動画を作っていただいて送っていただければ嬉しいです。YouTube の、限定公開みたいなね、していただいてもいいですし、私の方に送っていただいてもいいですし、ぜひ、そんな形でやっていきたいなと思うので、今からどんなレッスンしようかななんてね、ぜひ作ってみてください。で、その作った動画を自分の、アドバタイズ、広告動画として使っていただいてもいいと思うし、そういうなんか、ちょっとこうね、このなんか風の時代、どうやって生き抜いていくかみたいなね、ところも含めて、ご自身のブランディングも兼ねながら考えて作っていただけると嬉しいななんて思います。もし私、鼻くそとか一切そういうのが私の人生の中では存在しないですみたいなね、なんかクソブサイクな人がいらっしゃいましたら、動画とかは作んなくてもいいかなと思うんですが、そんな感じでよろしくお願いします。